シムの見物旅始まるよ。大善寺、ぶどうを持った薬師如来が知られてますが、5年に一度の開帳、次回は2023年。それ以外の十二神将、日光月光菩薩は重要文化財。はい、147段の階段上がってきます。行きましょう。なんかあの上に仏像がありそう。逃げ恥の撮影、星野源とね。十二神将は薬師如来の眷属です。鎌倉時代に作られ、造高が 145.9cm から 138.2cm、 ヒノキ材の一木作りおよび寄木作りで玉眼がはめ込まれてます。近年の調査時に江戸期の彩色を取り除いたところ、武田信玄によって使われた赤を基調とする彩色が現れました。でもね、赤って言っても渋い赤のような感じがしました。日光月光菩薩立像は、十二神将立像と同じく、鎌倉時代仏師蓮慶によって制作されたと言われています。1270年、銅とともに炎上したと言われている新大仏の上禄の教示、枠字だったんではないかと考えられています。行者堂です。三浦淳が好きな遠慮行者さん。そうですね。一番古いのは山梨、もう一体数年くらいある。800年。はい。これを三坂平に持って行って、円楽寺っていうお寺に。の牧田にあったんですね。そうです。大日様と聖観音様がいらっしゃいますね。新しい仏様ですね。比較的新しい。やっぱりここに仏像がいるかもって言ったところです。ね、正解でしたね。ぶどうジュースだそうです。ぶどうもあって、すごい。みんな飲んだりしております。すごいすごい、すごいすごい。映える、ブドウと一緒で。あ、きれいきれい。グリーン持ってる。すごい、70円だって。激安自販機。山梨独特のってあるのかな。ここから入ってきます。では皆様、道路を渡ってまいり、ちょっと坂道を歩いて、今坂道を歩いていまして、山門ですね。いや、新しいお堂が建つんですね。あ、きっとそっちだよ。すごい。地蔵様が中にいらっしゃる。今建築中ですね。工事中だからね。別宅の方にいらっしゃるんですね。平安時代中期、寄木、内栗、ヒノキ材、造高103センチ。前頭部と後頭部が組み合わせて、頭部を胴体に差し込んでいる。左右の腕及び両足を別木で寄せた。
何か入ってるんじゃないかと見ている方々がいます。シャリ伝です。高校寺さんです。文字読める？読めない。何だってさ、熊谷さんさ、凡人の携帯持ってんじゃん。持ってる。まだ勉強。日本文ですね。またライター出てくれてるから、すごい綺麗ね。このさ、トルのあれなのかね、お靴。うん、トラ？ヒョウ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 は無理。ヒョウは無理かもしれないけど。大阪？ねえ、なんかこのジャッキーがすごい可愛いんだけど。ジャッキー可愛いですよね。可愛い。なんか上品な顔してます。あれみたい、獅子パイの獅子、お獅子みたいな。あの衣の作りがね、すごい面白いって言われてるんだよね。あ、お袖のね、お袖のところが。で、こっちのお袖もね、ヒヨンってなって。うん。綺麗だね。綺麗だね。うん。多分ね。で、江戸時代の彩色にしてはうまいね。褒めて使わせる。あんまり派手な色じゃん。うん。ミジャキなんだね。薬師如来って書いてあるね。行基菩薩作、薬師如来。行基菩薩？でもさ、印が違うしな。行基が作ったやんかしって。だよね。でもさ、印象が違うしね、薬師にしたら。薬師だって言うんだから。今薬師だって言うんだから逆らっちゃいけないね。薬師だね。はい。そうね、日に焼けているさ、焼けちゃってるけど。セリフ作りですからね、やはり目の方に筋が入っていますので光って見えるようにも なっております。だから後でライト持ってる人は顔を当ててくれると玉眼がよく分かるから、濡れたように光るよね。今でも光ってる。それが後ろの馬に結構ね、博物館で見るとなかなかこう回って近くで見るっていうことは言えませんけども、あとここでは、そこまで。ありがとうございます。ただね、今後ろ回っちゃうと、後ろに回ってる人の写真が撮れちゃうんだよね。写っちゃうんで。ちょっとみんな一通り撮れたら。すごいかわいい。ジャキの足。この、何これ。ここ何の部分？尻尾？ジャキの尻尾かな。いや、このさ、足のさ、ひだがすごい。でこれここも細いほら、ねえ、こっちの方が細いね。あ、これなんかすごい残ってたじゃない。ねえ、残ってた。足がすごい。指2本、ね、ありがとう。このところとかほら、面白いね。面白くない？後ろにしては、ちょっとまた書いてあるよ。何あれ、ほら
なんだろうこれ、うん、もう足のところ結構すっきりだね。綺麗よね、うん、でこのね作りが面白いよね、うん、後ろなのに凝ってるでしょ、うん、あーすごいな、顔があるね、お袖にこと顔がある、ほら、あー本当だ顔だね、後ろ見せて、あすごいね。このね、吉祥天の座像っていうのは本当に珍しいよね。玉眼入って、あ、本当に玉眼入っててうるうるしてる。ねえ。やっぱライター出ると玉眼入ってるのがすごいわかるね。全然顔が違う。すごいわ。でもね、肉眼で見て。カメラだとちょっと慣れね、残念ね、やっぱり人間の目にはかなわない、うん、人間の目にはかなわない、人間の顔で体が鳥なの、それで綺麗なあの声で鳴くの、その人も結局ね、悲しんでるという、この人がね、あの書いてあるのは珍しいのよ。ああでもいいですね。ああ、私ね、もっとね、損傷してると思ったんですけど、そんなことない。ああ、強力。すごい。すごいね。さすがだね。大きい顔をしてる体だと思うんですけどもね、残念なんですけども、しょうがない。いや、でもすごくいいですよ。すごい、私、だからもっと損傷してると思ってたんですけど、いや、全然全然綺麗。すごい綺麗だわ。江戸時代にあのやあの他の色から分かったという、色から掘り出されたということで分かったんですけども、それまでは分からなかったんですね。いつものですから焼けたということもはっきり分からなかったんですけど、まあ召喚の像だからね。